まずは養老の滝を目指します。帰りは俺養老サイダー飲むよ。見えねえ太陽で。まず養老の滝目指します。駐車場は下の方に止めると300円で、滝の上の駐車場に止めると1000円になります。で、まあ、下から止めるとだいたい滝まで15分ぐらいこういう舗装された道を歩きますので、その上から登山口に行きたいと思います。どこ上？はい、ここから登山道行きます。いやー、めっちゃ景色紅葉ですね。ちょっとマップを見ます。現在地だから上だ。いい天気。流しそうめん気になるな。食ってみてけど。そうやな。滝上の駐車場です。お金の力を使うとここまで来れます。300円ってケチるともうすでにちょっと体力奪われる。行ってます。これ初参届出して行ます。これかボロボロのロープで今は動かざる。すごいじゃないですか。鎖ありますね。やっと残念。帰りはこれです。もう養老サイダー。あぶつきなくなった心臓の。じゃあ今日のルートを確認します。はい、じゃあまず現在地から三宝山目指して小倉山に行って養老山頂目指します。いいね。やりたいんだよね。はい、三宝山養老山の方に行くのは左側です。あれだよ頂上。え、光の感じがいいね。ね、
バンド入ります。なんか噂によると階段がきついらしいよ。うん、めっちゃ長いですよ。はい、頑張ってくださいよ。登りが続きます。結構近所なので舐めてポカリのサイズちっちゃくしたら深刻な水不足になるそうです。これあ、はい、ちょっと日が出てきましたよ。いやー長かった階段。変わった景色が。いい感じ、ここ景色が。おじいちゃんおばあちゃんに参拝した気持ちを一言でお願いします。素晴らしいと思います。体力が宙に浮いとるやんけど。今日帰りのボヘイモチとヨーロサイダーを楽しみに頑張って登ってください。ひたすら登るね。ここはまだある、全然ある。ヨーロ山舐めてポカリセットをちっちゃいやつにした人です。ひたすら階段投げ。養老食わず嫌いやった。いい山だわ。ずーっと階段です。よっしゃ、よし、これ階段終わりかな。これ山頂か。よいしょ、あ、きついだ、きついだよ。お墓があるって言ったから。おお。三宝山頂上722メートル、お墓があります。お邪魔します。やべ、舐めたらあかんぜよ、景色。タルトゲ次。帰りはどうやら1時間ぐらい落ちこるのかな、この感じやと。だから1時には帰ってこないんじゃん。1時半とかに。景色
段高いとこ行って後でご飯タイムします。今日の行動食はチョコパイ。次はサトシュ。モンベルってなってね。あったモンベルねえか。俺もうこれ以上装着できないんだけど体もういろんなもんついてるから。展望ありませんからね。ね、トレランキーやば、絶景じゃね。めっちゃいい景色。こんな近所でこんなことになってたの知らんかった。皆さん、すいません、養老さん。滝だけじゃねえ、養老は。養老、どこの山でも行くべきだな、やっぱり。まだありますから。絶対登ってこん気取ったやろ。道あるもん。全然見えなくなったやん。やばいやばい。じゃあさ、小倉山でしょ。養老山頂こっちやってね。また降りたら登ってもらうかな。あの辺通して降りたらまだ登るわさ。いや、ほら、やっぱりそうだ、楽しみよ、アップダウンの。うわ、落ち葉綺麗。帰りは写真に持ち帰ってパシャパシャ撮りながら帰るよ。これは行き帰り一緒の道で行きますので。到着したか。まだです。この何回もついた感。いや、こんな感じで終わるのはなんか見た。なんか森みたいなところで終わるのは見た。じゃあね、ぐるっと回っとんのこうやってこっちと。あ、そうそう。やべえ、クリップ落ちると。カレーをどこで食うか問題が出てくるんだけど。から来たんで、ここから頂上です。ぐるっとこう周回する場所があるんで、楽な方から来ましたけど、反対側からも行けるっぽいね。お、来た来た。ちょっと変な方から入ってきたけど、来ました、養老山頂。養老らしくひょうたんが。今日は同じ道で帰りますので、途中でご飯食べるそのをつけてご飯食べて終了します。もうね、だいぶ寒いけど、あ、今この山ぐらいがギリギリ楽しく登れる感じ。養老山の感想をお願いします。イメージより全然すごくいい山でした。景色も綺麗だし、見たいと思われるし。確かに、ちょっとこの辺住んでる人はおすすめですね。いや、もう多いな、これ。いや、5平餅食いたい。ミックスサラダ豆、はい、カゴメのトマトペースト。いいね。冷凍してきたお肉です。まだカチカチ。あ、ちょっと止めとるか。
Okay.